黒で統一されたギアたちが、あ、ちょっと待って、あれ、ワットイーオンと見て、ワットイーオンとのテーブルは、これも黒じゃん、あ、そうだ、そうだ、かっこいいな。ワットイーオントのブースも見に行こう。こう。初めて見た。見ます。めっちゃかっこいいな。これなんすけど、ここやって、すごい、結構タクティカルな感じで、アイクラフトっていうブランドが全部こうミリタリーで、あーミリタリー的な、アイクラフト、めっちゃかっこいいで、なんかケース系がめっちゃかっこいい。お持ちですか？いや、買おうかな思ってたんですよ。先にこっちを買ってもらって先買ったらもう先にこれつけたいから、なるほど、後から買うかっこいいな。イベント先行でこのスタッツ付きも出しててですね、こちらもいけるんですけど、スティックターボにですね、あ、そうなんですか、はい、もう残り3つしかなくて、かっこいい、はい、あ、ちょっとうちらが持ってるこれも付けれるようにして、すごい、かっこいい、ガス充電したいときはここをするだけで、はい、取れないんで、あ、すごいすごい、このまま充填してこれで OK なの。おお、やっぱミニタリー系は男子のな憧れやろ、うん、また来てください、ありがとうございました、すごいな、かっこいい、大クラフト、おお、大きいキャンプのとこに膝と寄ってんけどでかいな、ありがとう、リカコちゃん、普通に働いてます、初めまして、初めまして、初めまして、ね、やっと会えました、初めましてやんな浜田さんあの伊藤さんから話して、あ、ほんまですか、ありがとうございます、めっちゃ素敵な、いやいや、ありがとうございます、いつもいつも、YouTuber の美香君です、いや、YouTuber って言っても、全然 YouTube 登録者数とか、いや、もう一緒、いや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 、ほんまに違う、釣りとキャンプをなんか融合したいような、あの、っていうのでジャストエースの、ジャストエースっていう釣り具屋メーカーと、僕がキャンプが好きで、その幼馴染の子がジャストエースやって、あ、そうなんですか、で、一緒に偶然ちょっと YouTube やろうか、この前、夏キャンプさんとあのコラボしてもらって、そうなんですよ、そうなんですか、そうなんですよ、今度は久留君とかと一緒に、久留君もいましたよ、ヒッサン、ヒッサン言ってますよ、アポロもおるの、今日だけ
だけ売ってたのさ。そうだね、アポロジョンズホテルもあのキャンプ、イデゲーのキャンプ会です。マジですか、はい、アポロめっちゃ前やったんですよ。あ、マジですか、めっちゃ好きなんですよ。サトミ君のと一緒に YouTube やってますよね。その前にご一緒させていただいた、あの時アポロ君ありがとうございました。アポロさん見てない。いや、アポロ君僕の YouTube 見てくれてます。あ、そうなんですか。はい、後から僕の方に来れば、タグ付けしてもらいます。タグ付けさせてもらいます。やっと繋がれた。わーい。今日は普通にお買い物ですか。今日は挨拶回り、新しくちょっと取引とかのお話をできたらっていうのを。すごいですね。中富ベースさん一回行ってみたいんですけど、はい、撮影とか。あ、全然全然。撮影内大丈夫ですか。大丈夫です。全然来てください。いいですか。やった。お待ちしてます。ありがとうございます。いや、またすいません、お邪魔して。あ、いい。見かけて声かけていただいてありがとうございます。ありがとうございます。またお邪魔させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな覚えてくれてんねんね。YouTube。 あ、ほんと、ありがとうございます。軽く YouTube やってます。あ、そうなんですか。はい、あのコーヒー飲まれますか。コーヒー、あ、飲まれます。あの、私ちょっとコラボして、はい、コーヒー豆絞ってるんですけど、はい、よかったらあのキャンプで飲んでください。あ、ありがとうございます。いっぱい飲んでますか。いいですか。いいですか。はい、ありがとうございます。ラバ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 。ありがとうございます。わーい、嬉しい。ありがとうございます。頑張ってください。かっこいい。え、かっこいいんやけど。久富さん、あの普通に喋ってくれた。よかったです。なあ、いや、ウォンキーキャンプほとんど売り切れみたいです。一瞬やったみたいです。やっぱそうやんな。うちらあの二人やから。今日実はちょっと調べたいというか聞きたいことがあって、あの今何が売れてるのか、みんな何が欲しくてこんなに集まってるのかを聞きたかってんけど全然聞いてない。聞きたかってんけど、会いたい人に言ってるだけのことかな。そうやね。忘れてた、すっかり忘れてた。嬉しいなって思って。あれ、なんて思ったっけ、ゴーゴー。あ、そう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 。あれみたい。オスティン。これ、押したらあの、見る。電動見る。ここ押したらあの、ビーって。ワットノットの、イデモン的な感じで使ってる。ライト。の。これを組み合わせてできんねんな。すごいね。おー、やかんかわいい。フィフティーフィフティーワークショップ覚えた。覚えたでした。かわいい。なんかかっこいいよな、いろいろ組み合わせの。めっちゃかわいいストーブある。すごい、ギアミッションって書いてる。すごい、3万8000円やて。かっこええな。ケースもあるやん。めっちゃいろんな色売ってる。でもこれあれやんな、はい、なんかこの人のあの1個で結構満足してます。はい、あれをちょっと飽きてきたら次な。
めっちゃ可愛い。ボールゼロやで、うん、女子っぽいな、でもまだ夜なしだな、ソマビト、あのグラインドロッジみたいやな。お隣さんがグラインドロッジです。四角なってって感じ。こうあれかね、ブースやねんな。そうなんですね。パパさんが気になってたグラインドロッジ、これにみんな吸ってもらってるよな。グラインドロッジ硬っ。見ましょう。11時ぐらいですよ。めっちゃ怖いない？紫。会計お願いします。いかつ。ほんまもんやで。パーカーは。いやこれ可愛いで、ほら。値段が分かれへん。ボディカンカバーめっちゃあんで。かわいい。かわいい。おお、そうやな、店としてな。みんな持ってるのは見るけどな。S 字フックかわいい。これかわいいよな。おお、大興奮やないか。これ後ろにカードも入るようになってます。めっちゃいい。クレジットと運転免許証とかあればもうこれだけでもう外に出れちゃう。すごい。あ、おー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 、あかん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 。すごいな。めっちゃ欲しいわ。いいじゃん。なあ。ママさん。ガチャガチャ。初めて見たんじゃない？出た。なあ。パパさんだ。いいっすか、これ買って。もういいっすか。欲しいやろ？一撃でお金なくなるけどいいっすか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、どうしよう。初ブラインドロッジ。よかったな、でも。いや、よかった、来てよかった。欲しかったんですけど、自分だから。あらまはい、ありがとうございます。ありがとうございます。このままの私いいですか？はい、はい、ありがとうございます。先来てあげてください。ありがとうございます。ありがとうございます。関東渡ってます。関東。おお、すごい。関東渡った。うん。どうした？また気に入ったの？さすが見たね。見てくださいこれ。やばないですよ。嬉しそうやな。嬉しいけどもうお金なくなったから帰ろう。いや、まだ会いたい人もねけど。もうお金なくなったからもうめぐた帰りたいな。でも、これ最後の一個やったらしい。そう。ありがとうございます。最後の一個じゃないな。最後の一個よ。上手やママさんかっこいい。なんか嬉しいな。今来たんですか？今来たんですか？1時間前くらいに来ました。はい。なんかな、意外と早く着いたな。どのぐらいですか、ここまで？2時間半、3時間ぐらい。僕らは静岡からで2時間ちょっとぐらいなので。そうだろう。でも、いいですね。やばい、やばい。はい。いいよ。いや、めちゃくちゃしたいです。みんな
で同じ T シャツ着てしまった。あいいの。ごめんね。ありがとう。じゃあまた D おじさん。これ最後だと。バイバイ。ありがとうって。かわいい。またね。よかった。ミッション達成。つけるニットも欲しかったんな。ママかわいい。ドロップアディマスカードかわいい。めっちゃかわいいですね。そうなんですね。来週ぐらい一緒にキャンプ行かせるんですか。あ、ほんまですか。はい、伊藤さん主催かな。あ、はい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 、行けたら行きます。キャンプ。あ、来週。すごい。ちょっと待って、ほら。あ、かっこいい。これかっこいい。はい。あ、かっこいい。これかっこいい。これいくらですか。これ3000円です。あ、はいはい、安い。安い。これもプリントしてる。あ、明治に今から乗る。これ買おう。いいね。いいね。いやでも気合ってますよ。ほんまですか。なんか差し色使えそうな。ですよね。顔してはるし。顔してはるし。全然。二色外傷かな。タイガース。戻ってくる。戻ってくる。戻ってきて。またごめんな。やっぱありがとう。うん、ありがとう。本人に勧められたから。似合ってたって。マスターの似合ってたって。買っちゃいましょう。いいですか。いいですか。パープルも多分いける。パープルも。パープルも。パープルも。いや、もう絵で差し色置いてなくなるし。ノー。かっこいいよな。かわいいやん。ボタン寝てんねん、ハンモックで。おい。誰が豚や。誰が豚や。もしかして私も T シャツ作ってください言ったら書いてくれるのかな。あれ作ってなかったんや。もうそのままの君やったんや。え、もうそのままの。すごい元気な。ああ、あれは一応ずっと元気やん。一応そのままの。すごいよね。向きや。え、脱ぐの。顔かぶけた。いやいやいや、すいません、全然ぼーっとしました。すごい。この伊藤さんはあのあれや、ゴーアウトで初めてお会いして。あ、そうなんで、190と919やからっていうよくわからん、なんかイクオール190。あ、はいはい、クイックで919。あ、一緒やみたいな。で、あ、なるほど。全然違うし。ほら、大きくなってしまった。全然違うし。どういう三角形か。こういう感じ。ほんまや。そういう感じで。また、はい、また。いいね、いいね。え、いいんですか。勝手にコラボやんな。やったー。ありがとうございます。わ、嬉しい。このギアの交換のままこの形でステッカーになるし。すごい、かっこいいな。やった、ありがとうございます。スローライフしてください。スローライフします。ありがとう。ありがとうございました。また機会あれば。はい、ありがとう。わー、めっちゃいい人みんな。みんないい人すぎる。マツコです。会いました。ジョッキ売ってんだよね。そうなんですよ。今回ジョッキを売ってるみたいで。はい。うわー、ちょっとあのお疲れ生でしたジョッキを作ったので、ぜひ皆さんで乾杯してほしいなと。大ジョッキです。これガラスですか。あ、これガラスで居酒屋でちゃんと出してるような。すごい。しっかりしたジョッキで。こんなジョッキで。ちょっと女性には重たいね。
うわでもすごいキャンプでジョッキってかっこいいよな。コーヒーにも合うかな。コーヒーなみなみとグビグビってうわこれは存在感あるわ。ほんでビール入れたらこれがすごい目立つよね。うわすごいこんな商品も作って儲けてしゃあないね。またコーヒー飲めるの楽しみに。コーヒーほんまに持ってきたらよかった。まず、すがフラテリートさん取りに行きます。ほんまやほんまやそうしよう。フラテリートさんに渡して、はいはい、また行くのコーヒーゴリゴリして飲んでください。ぜひ。いやいっぱいお客さん来て疲れた。疲れました2日間けど楽しいですね。いいな楽しそうやね。自由になりたいよ。そうです自由を求めて最近行けてないから早く行きたいんですけど。あれ本は普通発売1月の予定で。おお本出るよ。クラファンで買ってください。Amazon Kindle で出します。はい、ズボラ飯、ズボラキャンプ飯。はい、はい、めっちゃ勉強になる。あ、ありがとうございます。マツコンでした。はい、ありがとうございます。リンリッチさんめっちゃいい人みんないい人やん。わーこのスパイス、すごい。そう、焼肉の大将軍さん、はいはい、あの牛宮城とか、あと将軍バーガーやっておられる大将軍さん、そうなんですね。はい、共同開発してて、まあ、焼肉のタレベースのスパイス。いや、絶対美味しいじゃない。そうなんです、もうまずくならないんですよ。ね、はい、じゃあお肉かけて。そうですね、お肉と、まあもう本当にご飯とこれでも美味しいです。あ、はい、いや、美味しそう。なんか卵かけご飯にかけるだけとか。そうです、そうです、ね、はい、もう卵かけご飯も美味しいです。最高じゃないですか、はい、ね、うわー、嬉しい。ただちょっとこれ、ウェッティーなあのスパイスでちょっとドロッとした感じになるってこともあるんで、ちょっと瓶の選定ミスちゃって。で、もう今ちょっと味見してもらうのに配ってですね。はい、なるほど。なかなかちょっとこれで肉って。あ、そうなんですか。ジャムみたいな、こうちょっと広めの容器でスプーンで取れるようにして、で、焼き肉のタレみたいな感じで出してつけて食べるっていう。あ、なるほど、はい、スパイス先にかけちゃうとなんかスパイスが焦げたりとかしちゃうので。出来上がってから。はい、そうです。焼いた時にスティックして食べるっていう。なるほど。煮込もいいですか。はい、もうありがとうございます。やったはい、出にくい以外の感想を聞かせてください。わかりました、はい、すぐ感想を送ります。味には自信あるので。あ、はい、ありがとうございます。元気いっぱいもらいました。ありがとうございます。なあほんまや。なんか何が売れてるギア、何が売れてるのかなとか思ってたけど、そんなんも考える暇もなく終わってもうた。いやでも去年初めて来た時に比べたら全然面白かった。いや去年は面白くなかったんですか。面白くなかったっていうか、なんやろ、あんまり知識が豊富じゃなかったやん。僕は去年全然面白くなかった。ほんでなんか並んだ記憶しかない。ってなって、多分もうフィールドしたら行くことないやろなって思ったけど、そう、なった。おう、なった。めっちゃ機嫌悪かったもんな。集まってるギアが全然ちゃうやん。そう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 。駐車場特別日につき、いつご搭乗いただいても追加料金はかかりません。2人が混雑しないように、いや、ほんで、なんていうの、知ってる人いっぱい増えてたやん。去年なんか全然おらんかったやん。いや、楽しかった。いろんな人と喋ったり、なんか今まで手つけへんかったようなギア買ったり。ギアっていうか、うん、そう、いろんな人とおしゃべりできて楽しかったです。
イベントがどうのっていうか、なんやろ、人が良かったよね。いや、置いてるギアもあるよ。ギアもすごい。あ、ほんまに、なんていうの、あの M16 系やばかったな。またでも来年も来たいかな。次機会があれば来たいです。じゃあ今回の動画はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。